第二芸術、現代俳句については、岩波書店の雑誌、世界1946年11月号に掲載された、桑原武雄の論文。同年に、同論文を、表題作とする評論集に収録された。俳句という形式は、現代の人生を表し得ないなどとして、俳句を第二芸術として、他の芸術と区別するべきと論じたものであり、 当時の廃談に大きな論争を引き起こした。この論文では、桑原はまず作者名を伏せた上で、王屋の作品の中に無名の作者のものを混ぜた15の俳句作品を並べ、作品からは素人と王屋の優劣をつけることができないとする。ここから俳句においては、王屋の価値はその党派性によって決められるもので、あるとして批判し、 また近代化している現実の人生はもはや俳句という、形式には盛り込みえず、老人や病人が余儀とし、召喚ログとするにふさわしいものとして、強いて芸術の名を使うのであれば、第二芸術として区別し、学校教育からは締め出すべきだという結論を導き出している。桑原の挑発的な論調もあってこの論文は、俳人たちの間で多くの反論を引き起こした。主な論者は、 山口聖史、中村草太夫、日野総城、斉藤三喜、加藤周村などで、山口と桑原は毎日新聞史上で往復書館のやり取りをしている。反論側の用紙は、俳句の党派性などの弊害をある程度認めつつ、桑原の干渉力の低さや俳句に対するそもそもの非好意的な態度を批判するもので、中でも中村草太夫が激しい反論を行った。 戦後の当時は廃人たちも俳句のあり方を模索していた時期であり、この論争はその後社会性俳句運動などが生まれる縁因ともなった。ありがとうございます。